今日、メジャーリーグの現役選手の投票によって選ばれるプレイヤーズ・チョイス・アワードの受賞選手が発表。今シーズン、投打で席巻した大谷翔平が日本人選手として初めて年間 MVP を受賞しました。打っては46本のホームランに100打点。投げては9勝をマーク。そんな活躍にメジャーの超一流選手たちは。でもすごい嬉しいですね。実際に戦っている選手からそう言ってもらえるというのは特別なことなので。選手が選ぶ MVP は1998年から始まり、レジェンド選手たちが受賞。第1回は当時のメジャー記録70本のホームランを放ったマーク・マグワイア。2001年そのホームラン記録を塗り替えたバリー・ボンズ。2012年三冠王に輝いたミゲル・カブレラ。これまで17人の選手が受賞してきましたが、二刀流で成績を残した選手はもちろん大谷が初めてです。さらにイチローさん以来となるア・リーグ最優秀野手にも選ばれダブル受賞。このオフの表彰ラッシュが止まりません。